どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2020年40号、ワンピース最新話、989話、負ける気がしねえを考察していきます。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。今回989話はビッグマムの顔面をバイクで引いたフランキー兄貴にナミが抱きついて喜び、そしてルフィはカイドウがいる屋上を目指すためにモモの助を抱える忍にヤマトを味方だと紹介します。そしてビッグマムは怒れるものの、鉄人間フランキーと骨人間ブルックという珍獣に興味津々です。ビッグマムから逃げようと提案するナミに、フランキーはお前あんのか、うちの船長を海賊王にする気はよとビッグマムに攻撃態勢を取ります。これが989話話数の語呂合わせ。1つ目、脅迫。脅迫です。脅迫とは親指という意味でもあり、また親分や指導者という意味でもあります。つまりフランキー兄貴の親分がルフィというわけです。この989話では脅迫の語呂合わせ通り、様々な父親や親分が表現されています。例えば扉絵ではローラとシフォンの父親パウンドが大きく描かれています。また桃之助の父親光月おでんを名乗るヤマトも一応父親でしょうか。そしてビッグマムと対峙するフランキーはラディカルミームの体制に移ると、そこへジャキ、ゴキ、ジュキの3体のナンバーズが登場しました。ここでフランキーはスリラーバークを思い出すと発言しており、やはり以前何度も考えたようにスリラーバークとワノ国編は印象的につながっているようです。そしてこのナンバーズの正体はビッグマム曰くカイドウがパンクハザードから買い取った古代巨人族の失敗作だと明かされました。一方カイドウと赤鞘たちがいる屋上を目指すルフィはゴムゴムのロケットで一気に上へと駆け上がります。途中でゾロと合流し、さらに上へ飛び上がったその時、ブラキオサウルスとなったクイーンにバクンと食われました。これが989話話数の語呂合わせ。3つ目、クーバクン。クーバクンです。ルフィとゾロがクイーンにバクンと食われました。さらに上空には火災のキングに加えて翼のある人造悪魔の実スマイルの能力者たちが9人登場しています。その昔ペルさんがめっちゃ自慢していた世界に5種しか確認されぬ飛行能力とは一体何だったのか、ペルさん。そしてルフィとゾロを加えたクイーンはプッと2人を空から地面へ叩きつけます。これが989話話数の語呂合わせ。4つ目、空爆。空爆でしょうか。空爆を受けるのではなく空爆そのものになりました。そんな麦わらの一味やルフィを見て侍たちを束ねる兵庫の親分は、周りは敵だらけなのになんでだろうな、負ける気がしねえと信頼を置いています。最後は麦わらの一味10人が大集結し、ルフィは俺はカイドウをぶっ飛ばしに行く、他は任せる、援護頼むといよいよそれぞれの目標が決定しました。これが脅迫、つまり親分です。父親としてのパウンド、父親としてのヤマト、ジンベエ親分の活躍、兵庫郎親分の信頼、そして麦わらの一味の親分、ルフィの号令です。タイトルと合わせると、脅迫、負ける気がしねえとなります。最後にいつものように、次号990話の話数の語呂合わせ予想をしておきましょう。990話、話数の語呂合わせ予想、一つ目は、玉音。玉音というのはどうでしょうか。玉音とは戦争中、天皇陛下が国民へ向けた肉声のラジオ放送のことですが、例えばクイーンがマイクを使って、麦わらの一味を狙え、かかれ、と聞き分けのいい部下たちに指示を出すかもしれません。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2020年41号、ワンピース最新話、990話、古軍を考察していきます。よろしくお願いします。前回989話では鬼ヶ島ライブフロアにて麦わらの一味10人が集結してビッグマムやナンバーズを相手に戦いました。そこではビッグマムの飛ぶ斬撃異国が放たれましたが、990話ではその異国の威力が凄まじく外まで斬撃が飛んで鬼ヶ島の神木が切り抜かれたようです。これが990話話数の語呂合わせ。1つ目、木が切れる。木が切れるでしょうか。神木が切られたことで伝次郎に騙されてくくられていた佐々木が脱出できました。佐々木と伝次郎こと京志郎は親友だったらしく、その裏切りに佐々木がぶち切れています。一方ライブフロアでは司令塔としてキングが飛び六方へ、でんでん虫のトランシーバースマートタニシことスマシで指示を出します。これが990話話数の語呂合わせ。2つ目、玉音。玉音、玉音放送でしょう。玉音放送とは戦争中天皇陛下が国民へ向けた肉声のラジオ放送のことです。こちらは先週予想した語呂合わせ通りでしたね。ただし僕はクイーンがマイクで指示を出すと予想しましたが、正解はキングの方でした。確かに天皇陛下とリンクするのは王様、キングの方でした。キングは幹部同士の内紛は中断、王冠番への挑戦権獲得の件もなし、舐めてかかるな、
と指示を出しました。このキングの指示を一緒に聞いていたのは最悪の世代のドレイクとホーキンスです。ドレイクはアプーに騙されたホーキンスに裏切るなら今だぞと促します。しかしホーキンスはドレイクの話は聞かずお得意の占いを始めています。ホーキンス曰くある男が明日まで生きている確率は 1% だと言います。このある男とは後に分かりますがおそらくドレイクのことでしょう。そこへドレイクと同じ飛び六方のフーズフーが登場しました。フーズフーはおいドレイクチャンスだちょっと付き合えとドレイクを誘って殺してやつを殺しに行くクイーンのところへと言い何やら不穏な空気が流れます。場面は再びライブフロア。光月家の侍たちと元オロチの鬼屋番衆と見回り組が戦っています。しかしなぜか福禄寿は戦わず逆方向へ歩き出しました。そんな謎の福禄寿に見回り組の補填は疑問を感じている様子でした。こちらの動画で僕は福禄寿のあまりにも無能っぷりに実は裏で金右衛門たちとつながっているかもと少し考えましたがなかなか怪しい動きです。そして侍たちの前には古代巨人族の失敗作ナンバーズの5機と10機が立ちふさがります。侍たちは麦わらの一味の体力を温存させようと無謀にもナンバーズに挑みますがここでルフィの登場です。ルフィはあれがオーズだとしたらあんな巨体昔は俺たち全員でやっと倒したよな今は違うぞとギアフォースを繰り出すルフィ。このルフィの姿にヒョウゴロウはあの姿まさに明王とルフィを明王だと表現しました。明王とは仏教に帰依しない民衆を恐怖を持って教えに帰依させんとするパワハラの化身ですがカイドウも和の国を守る明王だと呼ばれていましたしそもそもヒョウゴロウの若い頃の方が明王っぽい姿です。ここでのルフィは和の国いや世界を夜明けに導く者としての明王でしょうか。そして前回989話に続いてオーズというスリラーバークとのつながりを示唆するセリフが登場していますがこの明王ルフィはスリラーバークのナイトメアルフィとリンクしているのでしょう。スリラーバークとのつながりは過去にも何度も考えましたが明王ルフィの姿はナイトメアルフィと似ていますしそしてナイトメアルフィはスリラーバークでモリアに影を抜かれたローラが率いる被害者の会から希望の星だと語られていました。この希望のナイトメアルフィは990話では希望の明王ルフィとして表現されています。それは最後にわかります。スリラーバーク編と鬼ヶ島編のつながりは他にもマジンオーズとの戦いでフランキーを中心にパイレーツドッキング6巨大ロボ戦士という恥ずかしい技が飛び出していますがこれは前回989話でドッキングしたフランキー将軍とリンクしています。さらに注目したいのはルフィがマジンオーズを倒した流れです。ナイトメアルフィが解除された通常ルフィは再びオーズにとどめを刺そうと立ち向かいますがここでフランキーは突貫工事で超低温冷気砲を作りルフィの攻撃のためにマジンオーズの足を凍らせて固定しました。僕はこちらの動画で999話は9が3つで九山冷え冷えの青生地が来るかもと考えましたがこのオーズを凍らせたシーンも鬼ヶ島とリンクするならもしかするとどうでしょうか。そして場面はドレイクへ。ドレイクはクイーンとフーズフー、ホーキンスに囲まれてガクッとひざまずいて血を流しています。なんとクイーンとフーズフーが殺したいやつとはドレイクでした。どうやらトラファルガーローを花の都で逃がしたことがバレていたようです。ちなみにドレイクはオペオペの実をめぐるミリオン島でトラファルガーローと運命的なすれ違いによってどちらの命も助かっています。ドレイクはローとドフラミンゴが来たおかげで父親バレルズの元から離れ海軍に保護されて助かりました。ローはドレイクが海軍に保護されたおかげでコラソンの嘘をドフラミンゴが信じて助かったという運命がありました。そしてドレイクの正体はご存知のように海軍機密特殊部隊ソードの隊長です。ドレイクはここまでか弁解は不可能だと腹をくくります。これが990話話数の語呂合わせ3つ目、くくれ腹をくくれでしょう。タイトルと合わせると腹をくくれ古軍となります。こちらは前回の動画のコメント欄、野口さんの予想がほぼ当たりでしたね。さすがです。ここで注目したいのは、裏切り者がバレてひざまずいて土下座しているかのようなドレイクの姿です。これはドレイクの父親バレルズがオペオペの実の取引がバレてドフラミンゴの前でひざまずいて土下座しているシーンとリンクしています。バレルズは土下座したままドフラミンゴに殺されました。これを僕は土下座の伏線と名付けましょう。なぜなら土下座の伏線はもう一つあるからです。ドレイクという名前をまずは語呂合わせしてみましょう。ドレイクの語呂合わせはドレイク、通常は1009ですが、しかしクイーナを表すはずの語呂合わせは通常クイーナで917、つまり917話のはずでしたが917話はクイーナで和の国のおこぼれ町での空腹の話でした。クイーナとリンクしていたのは917話ではなく97話、
97話にクイナそっくりのタシギが登場しています。この法則から僕はドレイクの語呂合わせは1009、つまり1009話ではなく、すでに仕掛けられている。それは109話ではないでしょうか。109話こそがドレイクの語呂合わせ、話数の伏線だと考えます。ドレイク109話の扉絵を見てください。ボビーの土下座です。109話のタイトルは責任問題です。これが巧妙に隠されたドレイクの土下座の伏線です。コビーはドレイクと同じ海軍機密特殊部隊ソードの所属です。そしてさらにコビーの隣にはヘルメッポがいます。ヘルメッポの武器といえばククリ島です。ククリ島の語呂合わせはククリ島。990話です。前回の動画でヘルメッポの登場を語呂合わせから予想した皆さん、ニアピンですが、さすがです。あ、こんなのこじつけだろ、後付けだろ、たまたまだろ、強引だろ、こんなの忙しい週刊連載で20年間もやってるわけねえだろ、本気で言ってんの。僕も最初は皆さんと同じように考えていました。しかしパズルは埋まっていくのです。引き続き皆さんに代わって小田先生は話数の語呂合わせをやってるかやってないか、仮説と検証を続けます。信じるも信じないもあなた次第です。スパイ行為がバレて責任問題となったドレイク。しかしドレイクは腐った父親バレルズとは違います。諦めません。ドレイクは希望ならまだある。ドレイクはコビーのセリフを思い出します。コビーはすごいんですルフィさんは。希望とはルフィです。希望の妙王ルフィ、それはスリラーバークの希望のナイトメアルフィとつながります。ドレイクはエクスカリバーで重機を倒すとルフィに分け合って俺は古軍、お前たちと共に戦わせてくれと叫びます。古軍とは古軍奮闘、援軍がなく孤立した状態です。こちらの動画で考えましたが、 D とはドーン、夜明けであり、 D は嵐を呼ぶ。その嵐は頂上戦争でミホーク曰く、その場にいる者たちを次々に自分の味方につける。この海においてあの男は最も恐るべき力を持っていると語っていました。ヤマト、そしてドレイクとその場にいる者たちを次々に味方につけて夜明けを導く妙王ルフィです。本編の考察は以上です。最後にいつものように次号991話の話数の語呂合わせ予想をしておきましょう。991話話数の語呂合わせ予想、一つ目は聞き入れる。聞き入れるというのはどうでしょうか。ドレイクの共闘の提案をルフィが聞き入れるです。これは普通に予想できる流れです。991話話数の語呂合わせ予想、二つ目はクックイン。クックインというのはどうでしょうか。クックイン、つまり料理をするですから、今度こそ3時の料理技が飛び出すのでしょうか。991話話数の語呂合わせ予想、三つ目は下界。下界というのはどうでしょうか。下界とは下界の別の言い方ですから、鬼ヶ島戦の最中ですが少し別の世界、つまり別のシーン、海軍の動きなどが描写されるかもしれません。991話話数の語呂合わせ予想、四つ目は危機開会。危機開会というのはどうでしょうか。やや強引ですが、妖怪大戦争のようなイメージで、ビッグマムの引き連れてる妖怪や残りのナンバーズなどが登場するかもしれません。991話話数の語呂合わせ予想、5つ目は極地。極地というのはどうでしょうか。極地とは極寒の地ですから、雪が降る鬼ヶ島の屋上での戦いが大きく描写されるかもしれません。991話話数の語呂合わせ予想、6つ目はキングの日。キングの日というのはどうでしょうか。火災のキングの本領発揮となる回かもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。